はい、それでは第6戦見事 N クラス、念願の初優勝になりました三浦選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。どんなレースだったでしょうか。まず初めてのポールポジションを取れたことにまずすごく嬉しい、予選の結果 で、まあ、それがすごい自信にもなって、でポールからのスタートは本当に、まあ、うまくいって、でそのレース中の展開も、まあ、本当にその正直なところもう少し綺麗なレースしたかった。で序盤の2番手とのギャップもそのままキープできたらもっといい展開になったと思うんですけど、で後半ペースが落ちてきてしまって、でその分のドライビングの幅っていうのがまだ課題にあるのかなと思います。でも今まで初優勝まで本当に長くて、で今年 F32 年目で、チームの田中監督、金氏代表、スタッフの皆さんに本当に感謝しています。トップでチェッカーを受けた時の気持ちはどうでしたか。いやもう本当に嬉しいです。もう本当に今まで特に今年に入って表彰台にも上れてなかったので、もういきなり今年初表彰台が一番高いところ、ね、本当に信じられないような結果で、チェッカー受けてからピットに戻ってくるまで少し泣けてきた部分もあったんですけど、それくらい嬉しかったです。明日は、残念ながらポールからのスタートはないですけど、はい、なんとか連勝できそうですか。もちろんそのつもりで4番手なんで、まあ、何も失うこともないので、もう前だけ見て精一杯頑張りたいと思います。はい、じゃあ明日も期待してます。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。